グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌様邸雑草対策増援工事石張動画施工令。こちらのお客様は何をしてお問い合わせあったんですか？うちの、ホームページをご覧になって、奥様が雑草に困ってるということで、それで駆けつけました。で今この石のラインを目地に合わせて、決めているところなんですけれども、ペンで書いてますね。はい、これ赤鉛筆で書いてるんですけども、隙間のところに大きさに合わせて石をこれから割らなきゃいけないんですね。はい、それで割ってる風景を今他の職人がやっていることを見せますけれども、今この大きな石がいっぱい入ってますけれども、この大きな石は最初からある石を使ってどんどんある程度は埋めていけるんですけどね、どうしても最後の隙間を塞ぐポイントっていうのはもう石をきれいにその大きさつまりに割らないと入らないので、それも熟練工じゃないとできない仕事です。なかなか大変ですよね。今度から小さい方がとんがってるところがあるんですよ。書かないとうまく入らない。でこれでそこをまっすぐに割ろうと今してるんですけれども、で今パッて違う方に割れちゃったんですよ。あで職人がちょっとがっかりして、だけど一度うまくいったかなと思って移したんですけど、やっぱりダメだったと。あ、なるほど。熟練工、この道20年以上の職人ですけども失敗もあります。なるほど。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますので、ホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。